ちょっとバックどけますね、すいません。あ、大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。通していきます。はい。アイス入れるとこ見てみて。下にしました。一番下。うん。で、それめくって。何個いくアイス。やば。でも野菜すぐ。いや、野菜すぐやん。うん、よっしゃ。5個。ええよ、アイスやろ。アイスと、ほら、ここにジュース、ジュースを置ける。リュウユ来てからじゃあかんねん。リュウユ。あ、リュウ何でも食べるやろ。リュウ学童やから、学童終わってから楽しみにしとったろ。よし、行こうか。新パパ。はい、戻ってきました。はい。今から冷蔵庫の中をきれいに整理整頓したいと思います。もしやっていこうか。じゃまず入れないといけない。はい、アイスクリーム。アイスクリームをたくさん買ってきました。アイリオ入れて。で箱ごと箱ごとです。で箱から出してしまおう。いや箱ごと入れて。箱が出したら、まあ、めんどくさいから箱上だけ開けんねん。上だけ開けて。あ、はいはい。そう、取りやすいように綺麗にしていくね。そうです、第一発目です。冷蔵庫あるだけでこんなテンション上がるとはな。アイスクリームが上の方がええんちゃうか。なんで？だってよく食べるやん。いいんちゃう。もう出す出したらいいやん。ここからだ。冷凍食品を一番下にある。な、綺麗に並べるのって疲れんよな。あ、綺麗に並べたら整理整頓するのが好きやからさ。冷凍食品はこれぐらいかな。はい、奥向いて。うわー、いいね。あオッケー。じゃあどうしようかな。なんかワクワクする前いっぱい買ってるから。うん。まず卵を並べていったら。そうですね。で、これ野菜ですね。邪魔。ちょっと邪魔。あ、そうなの。あ、ちょっとコーラ手伝って。コーラ。それ野菜っす。で、こんな感じで。とりあえず野菜は野菜で入れていったんじゃん。野菜はこう入れていきます。結構買ったのに前の冷蔵庫の余韻があるのか全然入るやん。いやー、テンション上がるね。
わー、なんなんやろ、どいっぱい入る、いっぱい、うわー、嬉しい。ビールもね、ちょっと6缶買ってきて、うん、ちょっと今飲もうかな、テンション上がったんで、ちょっと1本いただきます。美味しい。ビール入れます。似てるよね。なんやろ皆さんもよくちょっと聞いてみたいな、冷蔵庫この中でどういう風に入れるか、またコメント欄で教えてください。嫌だ、お前には言ってない。今のところまだスカスカい。そうやね、前の冷蔵庫パンパンよ、もう入れとったら、今もパンパンなってるよ。もう今パンパンすぎて、もうカゴの中にちょっとあると思う。ケチャップ、あ、納豆とか、はい、納豆は、ま、前の冷蔵庫に、あ、でもパパギリ映ってない顔、ちょっと、え、さっきもそうだよ、もうちょっと上がいいか、これ限界で、行ってみて、あ、OK、おじいちゃんから、じいじいから差し入れです。冷蔵庫来たみたいな。買ってもらえる。新パパ。よし、これで終わり。よし、今日カメラ持ってきて。赤。はい。はい。じゃあ、一旦これで終わります。こんな感じです。まあ、上はビールとかちょっとコーラ。結構自分では買ったつもりだけど全然余裕で入ったっていう。でここに見よう見てん、ワイドチルドって書いとって、ここは加工肉とかハムウインナーとか美味しく食べれるように保管してくれるゾーンみたいで、このスーパークーリングっていうのは肉とか魚っていうのを冷凍せずに保存できるところやから、今日は肉と魚を保存しました。ちょっと待って、横はパワーオフとかお茶とかたくさん入りました。でもなんか気持ちまだまだ入るなっていう気持ちやけど、いや嬉しいですね、最高でした。下はこの野菜室ですね。あ、そうか、下もあるかね。野菜室はこんな感じで行きました。で、冷凍庫ね、次氷が来るし、アイスたちとでは、そう、こんな感じです。いや本当にありがとう、ありがとうございました。で、まず改めて母さん、ほんまにありがとう。で、まあ、なんでこういう動画でこうありがとう連呼してるかといったら、まあ、この動画を見てる時には元気になってるか、それとも頑張ってる最中なのか、どっちかやと思います。まあ、この2つしか言葉使わないんで、元気になってる、もしくは頑張ってる、もうどっちかしかないんで、母さん頑張ってな、ゆうも頑張れって、頑張れ、キャシャ頑張れって、頑張れ。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほんまに母さん頑張ってな、ありがとう。